チャンネルへようこそ。たけちんでございます。本日はこちらでございます。てれれれれこちらね、先日のね、トイペス2019でゲットいたしました悪魔将軍 1.0 JCS カラーアドベントバージョンでございます。いや、今回ですよね、この悪魔将軍ですけれども、悪魔将軍持ってなかった。トイペスのね、会場に行った時に、あ、これいいなと、これいいなっていう風にね、思ってて。で、今日何買いに行くかなっていうのはね、なんか亀か決めてたんだけどね、結構ね、なかったりしたね、商品が結構あったんで、買えないなとかと思ってたんですけど、CCP さんのね、ブースで、これね、なんと、ゲット。ということでね、こちらの方で、購入できましたんで、早速こちらの方で、開封して、私の持っておりますこのね、コレクションケースの方にね、飾っていきたいと思います。それじゃあ開封していきましょう。はい、早速ね、こちら開封していきましょう。もうこれはさ、待ちに待ったな。よし。よいしょ。すげえ。これなんだこれ。これ、あ、そっか。これ前回もそうだけど、これ巻かれてんだね。こんな感じ。こう巻かれてるタイプだ。くる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 外して、うおお、これは、来たんじゃないですか。かっこいい。うーわ、これめちゃくちゃかっこいいじゃん。うーわ、これは今回素晴らしいよ。これ、素晴らしい出来ですよ、これ。いや、これすげえな。あ、すごい。これ、ちょっと手が動く。うわ、これすげえ。これすげえんだけど。ちょっとね、この辺の手が稼働するっていうね。足も若干稼働するのかな。ああ、足もちょっと若干稼働する。あ、すごい。悪魔将軍やばくないですか、このカラー。いや、このね、アドベントバージョンっていう、このね、このカラー、このバージョンですけど、これすごいかっこいいね。この JCS っていう、このカラーなのかな。これちょっとね、めちゃくちゃかっこよくないですか。で、今回ね、まあ、これなんですけど、ね、これ今、独立して立ってる状況なんですけど、あれも買ってまいりました。まあ、これですね。これ。まあ、これフィギュアのね、このスタンドでございます。まあ、これがあるとですね、安定して、やべ、こう倒れちゃうことがあるんで、これがあると安定してね、立つことができるわけですよ。で、それ以外に、他にもね、いろんなところでビルのブースがあったんですけれども、まあ、ちょっとね、予算の関係もあったりとかで、ね、先に買われてたって、本当にそこ、先に買われてね、てたっていうのがすごいあったんで、まあ、この CCP さんのね、このくじをしたわけですね。で、まあ、当たったのはジャンクマン。はい、じゃあこちらのね、スタンドですよ。これ一体どんな感じなのか。ちょっとこのスタンドの方、ちょっと使ったことないんで、ちょっと使っていこうかな。で、これが、すごいのが、伸び縮みするんで、このフィギュアのこの高さに合わせて、この多分この腰の部分かな。腰の部分でこれを支えるという感じでございます。まあ、これ、だと、これでも単独して立てるんですけど、いや、ついに来ましたね。この悪魔将軍と盾陣が並ぶこの瞬間でございます。そしてさ、この悪魔将軍のこの顔見てください。これ、ちょっとカメラ越しに見ると、なんか青っぽくなってんのかな？青っぽくなってんだけど、これ実際よく見るとね、この紫なんですよ。いや、この悪魔将軍ついに来ました。ついにね、来ましたよ、私の元にね。もう開封してかなり驚きのびっくりさっていうところもありますけども、ちょっと、もっとね、ちょっとぐるっと、じっくり見ていきたいなというふうに思います。はい、こんな感じでございます。じゃじゃじゃーん。まあ、この台だよね。この台も結構かっこよくて、このやっぱ CCP さんのロゴが入ってる。これかなりかっこいいなっていうふうに思いますけれども。あ、これですよ。この安定感。まあ、この安定感も本当半端ないですからね。悪魔将軍。このね、顔もいいんですよね。そして、よく見ていくか。この髪の毛、これもいいよね。いや、俺、悪魔将軍の好きな部分で、体のね、ここの鎧っぽい、ここあるじゃん。ここも好きなんですよね、悪魔将軍の。
それが このさ、この顔ですよ。このドアップ、このドアップの顔はこれたまらんよね。いや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 、これかいね、これこれこれ、いやいやいや、すげえかっこいいんですけど。で、この悪魔将軍ね、こちらの方をね、じゃあ早速私のフィギュアケースの方に飾っていきますが、これは今回映えるんじゃない、映えるよこれ多分。はい、それじゃあね、早速飾っていきたいと思います。こちらでございます。じゃ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 ーん、まあこのね、中央ここかな。これちょっと上の段にずらすか。はい、ちょっとね、微妙な意思調整でバッファローマンとモンゴルマンを上に上げました。そしてまあ、ここでね、ここにさっきの位置だとちょっとねぶつかっちゃうんで、よいしょよし、こんな感じでどうだ、これでどうだ、これでいいんじゃねえの、これかなり映えるぞ、これはかなり映えるでしょ。この真ん中に悪魔将軍が来たことによってですよ、皆さん、ダダダダダダーと私のこの最強のフィギュアケースがブワーという感じになるわけですね。まあ上の段はね、まあ正義闘士、まあ、いずれは伊藤氏は詰まってましたけどね、モンゴルマンとかのね、バッファローマン。ちょっとまあ位置的にまあちょっと微妙な今ところに今いるんですけれども、これやばいじゃないですか。悪魔将軍です。悪魔将軍、この角度。これは本当にかっこいい。そしてこのスタンドがあることによってですよ。ね。この迫力とかっこよさがね、さらに倍増するわけですよね。で、私の持っているこのフィギュアケースですけど、このサイドと、この上がなんと明かりがつくんで、これがね、めちゃめちゃなんかお店っぽいじゃん。これはやっぱお店っぽい仕様でございますから、もうこれ売ってんじゃねえかっていうぐらいなね、仕様でございます。これは、ちょっと遠くで見ても映えるし、ね、この蓋を閉めても、映える。かなりのね、この映え映え感。もうかなりすげえって感じですね、これね。で、悪魔将軍のこのポージングなんですけど、これ、若干斜め。で、この手ね、この手、だいたいこんな感じになるわけですよ。このポージング、これはやっぱりね、素晴らしいかなというふうに思います。はい、ということで本日こちら CCP さんからね、出ております。こちらのね、悪魔将軍 JCS カラーアドベントバージョンでございましたけれども、いや、かなりね、かっこいいね、悪魔将軍かなというふうに思います。まあ、これね、限定、会場でね、こう数量限定販売だったんでね、まあ、ちょっと買えるかどうかなっていうのはね、すごいね、不安なところはあったんですけれども、無事にね、買えて、よかったなというふうに思っております。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ここで伊達仁チャンネル、またあそこにね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録のボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。